ジジと安住は武蔵の川越に向かう道中、橋の中央で武芸者たちに囲まれる。敵は何十人犠牲者を出そうと自分たちを殺したいらしい。そう考えた安住はジジを守るため自ら先導して切り進もうとする。だがジジはその言葉を無視し、安住の体を抱え込む。お前はどこまでも生きて生き抜け、そう告げたジジは安住を守るため川へと放り込んだ。安住は川の急流に体を取られ、ようやく岸にたどり着くも橋が見えなくなるほど流されてしまった。安住はジジの身を案じ、橋がある方向に向かって走り出すのであった。
Thank you.
キュ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 アズミが橋にたどり着いたとき、ジジはすでに絶命していた。アズミは思わず気が動転しそうになるが、うろたえず五感を研ぎ澄ませろ、敵はどこからか見張り狙っているというジジの教えを思い出し、冷静さを保った。ジジの右肩口は肺まで、左脇は内臓まで傷口が達している。敵はとどめを刺さずに去り、ジジは多量の血が流れ出るまで長いこと苦しみながら徐々に死んでいったのだ。その残酷さに安住は強い怒りを覚える。人気のない神社へと移動し、ジジの遺体を埋葬した安住は五感を研ぎ澄ませながら尾行を巻くため走り出した。たとえ自分のかけがえのないものに先に死なれても、いつもそばにいてお前を見ている。安住は幼き頃のジジの教えを思い出すが、その表情に懐かしさの色はなかった。